生島さん、このようなところにおいたわしい。大したことではあらしゃいません。それよりこんなところまで何でまた。天璋院様からのお届け物をお持ちいたしました。天璋院さん、篤姫さんが。はい。これは。まあ。あきまへんな。年を取るとこれや。まだでござるか。はようなされよ。村岡様、天璋院様も私もあなた様がご放免となることを心より祈り信じております。お心を確かに。ありがとう。村岡様の詮議の日がやってまいりました。この家家老女村岡来ませ。ほう、己を罪人と認めし白装束か。白装束ではございますが、これは本礼の装束でございます。何、その方さようなる姿で現れるとは、戦議の場を何と心得おるか。今日は我が一代の晴れの日でございますれば。晴れの日。この世に生を受けて72年、このような場に出るようなことがあろうとはついぞ思いませなんだ。多くの侍衆に囲まれ戦意を受けるとは、まさに晴れの日にほかなりませぬ。長らくここにつながれしゆえ乱心したか。とにかく即刻着替えてまいれ。おう、待ちなされ。そうはまいりませぬ。この白い内木は大見台所天璋院さんより拝領のお品。天璋院様の。天璋院さんが先の征夷大将軍徳川家貞公との婚儀の見切りにお召しになり、母代わりを務めた私に下されし物。いわばこれは葵の御紋に同じものにございます。葵の御紋。ご依存ございましょうや。ならば戦議を始める。その方月将なる総理を通じて、近衛家と水戸薩摩両家との間を取り持ち、密直家臣を助け進みは軽からず。申し開きあらば聞かせよ。老女とはいわば襖の引き手のごとき役。夜向きも訪れる人の名も知らず、お尋ねの件に関しては一切存じません。されど
京の町奉行所の吟味によれば。一切存じませぬ。村岡様は30日の押し込めの後放免となったのでございます。なぜ打ち明けてくださらなかったのですか。打ち明ける。母上様と深い縁で結ばれた方のことです。その方が罪に問われ苦しんでおいでだったというではないですか。されど家持様を煩わせることは。何でも話し合おうとおっしゃってくださったではありませんか。たとえ何もして差し上げられずとも苦しみや辛さを分かち合いたかった。今後は私に隠し事は無用に願います。でなければ私が辛い時悲しい時苦しい時母上様に打ち明けることができなくなってしまいます。どうしました。私は良い息子に恵まれたのだなと思って。話をそらされますな。そらしてなどおりませぬ。